はい、どうも皆さん、コロンくんです。さあ、今日もやってきましたね。お絵かき心理テスト。だいたい僕の股間がね、痒くなったらこのゲームやるんです。今日もこちらの心理テストを使って実況していきたいなと思います。よろしくお願いします。前回は、あ、結構やったな。問題20。羊が逃げないような柵を変える。あれ、これやったくね？なんか、ね、ギザギザ僕これ書いたら、そんだけ、なんか、縛ってますみたいな、束縛を表すやつじゃなかった。まあ、安定に僕はこんな感じで柵書いちゃうけれども。じゃあ、回答してみますか。これで OK。身動きが取れないほど小さな柵を書いた人は束縛するタイプ。もう、がんじがらめっていうね。てな感じでやっていこうっていうゲーム、分かったかな、大体。よし、じゃあ次行ってみましょう。次が本番です。初めて笛を吹く不思議な楽器です。最初はどんな音が鳴った？これは文字とかでいい？言葉でいいのかな？マジで直感だとすると、最初はどんな音が鳴る？ブオーンって。ちょっと僕は鈍い音鳴りそうな気するんだけど、この楽器でしょ？トロンボーンみたいな感じのね、笛っぽいけど、そんな、なんか、高い声だってもう嫌だな。ブオーンってなりますよ。はい、結果、〇〇がわかる。いや、あなたが一人でいる時のおならの音です。そんな鈍い音しないから、僕のおなら。やめて。わかったわかった。僕のおならはね、ブオーンです。ブオーン。問い22問。この花に落書きをしてみて、なんだろう、どこ、こう、書く、別に書くところなくない？花の穴とかだとこうね、ぼうぼう鼻毛出てるよ、みたいな。やるな！あなたのお鼻ですとか言われそうな気する。いやだ、こんな鼻毛出てないよ、僕は。ちょっと、丸く書いとこう。ちょっと拡大しつつ、拡張、穴をね、拡張していくと。やだなぁ。で、ちょっと、ニキビも付け足して。で、大体男子高校生とかね、鼻はこんな感じだから。昔の僕もこんな感じだったから、ちょっと、すごい多いな。ニキビっぽい。鼻の、どうなってんだ、これは。何わかんの？絶対適当でしょ、答え。結果見る？ブツブツを描いた人、実際そう！顔や鼻毛を描いた人、美意識ゼロ。待って、両方描いたんだけど。で、その他が肌が綺麗と、もう何も描かない方がいいじゃん、こんな。やり損だよ、やり損。美意識ゼロで、実際そうってもう、ただの悪口じゃん。今のところ全部僕の印象が下がる回答なんだけど。じゃあ、気持ち切り替えて。23、猫の絵を描いて、これはね、なかなかなんか変な回答にはならないんじゃん。ちゃんと、マジでちゃんとした可愛い感じで描こう、猫ちゃん。よいしょ。うまいからね、僕は。こんな感じで猫描いて。あ、可愛い！これにゃーんって、こういうね。これにゃんこって、これ鼻にさ、髭があるっていうのは誰が決めたの？こういうのは。なんかよくわかんないけど、だいたい猫の鼻って、ね、鼻から毛が伸びてる感じするよね。で、ベロを描いて。お、うまくない？なんか、なんか猫っていう猫じゃないけども、まあ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 、猫だな。僕は猫と思えば猫か、いいんだよ。もうちょい可愛い感じで、ほら、黒目やっぱでかいってさ、可愛く見える。だから、女の子とかね、カラコンがいいっていうのがよくわかるんですよ。ほら、すごいね。カラコンの恐ろしさがわかる絵になった、これ。鼻もちょっと黒くつけたそうか。ほら、めっちゃ可愛くない？いいじゃん。ベロも色描いてて、こんだけ猫に時間かけたらなかなか僕ぐらいだぞ。よし、じゃあ回答いきましょうか。回答する。はい、オッケー。結果なんだろうね。お？猫の顔だけ描いた人は人に言えないほどの甘えん坊。え？ちょっと可愛いじゃん。猫全身がむしろ甘えてこいようなタイプ。あー、なるほどね。今結構その草食系っていうの？ね、流行ってるから、じゃあ僕、結構いいんじゃない？女の子。今時の女の子とかの間割ります。続きまして、問題24。スポンジだけのケーキですと、デコレーションを書いてみて。ん？これは？点線があるからね。まあ、点線に沿って、これケーキ書くと。おう。あ、これちょっとバター的なね。バターここにはバターはねえか。あれ、いちごジャムみたいなやつだっけ？違う、ちょっと、生クリームだ。ここ生クリーム飲む。おケーキ食ったことねえのかっていう、この解説。お実況下手だな、相変わらずな。書いてて、もう、デコレーション書いてみてって言ってんのに、全然その周りの縁を書いてるっていう。ケーキを書く。まあ、僕はいちごのショートケーキね、結構好きなんです。なんで、いちご、
あたりに書いてくらいいいんじゃない？デコレーション。あとはろうそくか。あ、ろうそくの数だけなんかがわかりますみたいな感じなのかな。じゃあ、ろうそく書いとく？まあ、こんな感じでいいか、5本でね。よ。じゃあ、回答する。これで OK。はい。結果見てみましょう。何がわかるんだ？シンプルデコだと、すっぴんブスの化粧美人。はい。で、がっつりデコだと、素材美人の化粧ブス。どちらにしろ褒めてないっていう。どっちの方がいいのかな？すっぴんブスの化粧美人。うわ、やだなー。がっつりで、素材美人の化粧が下手はね、治るから、あれでいいとして、こっちシンプルデコのが嫌なのかね。あ、そ、本当に当たってんのこれは。僕はがっつり結構デコレーションしてるから、素材美人の化粧ブス。誰が化粧ブスだよ。さあ、続いていきましょう。25問目。図は無視して適当に丸を書いて。え、もう丸書いてるじゃん。図は無視してってことか。あー、そん中に書いたりとか、下手だな、丸。これはどこ、外側に書いちゃったけど。よし、これでシンプルにもういいのかな？ 2 個ぐらい書いとく？ちょ、おー、3個、4個と。もう全部に書いちゃう、外側と内側。お、これだとなんか、異色な回答出てきそうだけどね。じゃあやってみましょうか。外側に丸、一匹狼タイプ。あー、で、内側に丸が集団行動タイプか。どっちも書いた人は、じゃあ何でもいけるってことなのかな？僕、学校とかでも昔いてもいなくても変わんないタイプだったからね。なんか悲しくなってきたわ。さあ、問26問目、ヘビの絵を描いてと、なんか結構動物系が多いですね。ヘビ描いてみましょうか。ヘビさん、ヘビさん。こんな感じ。なんか、うつぼめ、大丈夫？こっから修正はできるのか。可愛い感じになっちゃったけど。おー。ヘビってもうちょいいかついさ、ね、トグロ巻いてるみたいな感じの、あれ、ジグザグになっちゃって、いいな、まあ、こういうヘビもいるくない？で、こう最後尻尾こういう感じで、いいじゃん。ちょっと違う。キワとか生やす？もうゲボ生えてるみたいになっちゃったけどね。もういいや、回答しましょう。何がわかるんでしょうか。結果発表。はい。ぐるぐる描いた人は、エッチです。下を出して描いた人は、もっとエッチです。あー、ぐるぐるしてないし、なんなら牙、ゲボかわかんないけど、牙出てるし。真面目な部分がバレちゃったな。普段ね、実況とかはそういう下ネタとか、まあ、言わないとみんな盛り上がらない的なね、ところがあるから言ってるけれども、まあ、実際はちょっとね、プライベートだとそんなこと言わないからね、僕ね。あー、ちょっとそこ、そういうところ出ちゃうんだよな、このゲームは。よくないなぁ。問い27。目をつむって、あなたのニックネームと星を書いて、あなたのニックネームと星を書いて、まあ、こう、よく言われてるのは、コロちゃんかな？コロ。まあ、コロンくんの方がいいな。本当はね、僕ね、コロンくんって呼んでほしいんですよ。なんでかっていうと、ツイッターとかね、もしやってると、コロンくんって書けるとエゴサ結構引っかかるからね、コロンくんがいいんで、コロちゃんだと結構いっぱいいるからね、よくわかんない。マスコットキャラのコロコロちゃんみたいな、わけわかんないやつが出てくるからさ、そういうのでね、なんで、コロンくんでね、お願いします。まあ、そんなのは置いといて、星を書いて、汚ね、星だな。に、もう顔でも書いちゃう。大体こういうの顔書きたいよね。てか、今思ったんだけど、目をつむってって書いてあった。バリバリ見てたんだけど。まあ、見てしまったけれども、なんで何がわかるんでしょうかね。結果発表。芸能人だったら、こんなサインにします。クソダセーじゃん。すげえもらっても嬉しくないんだけど、僕が リスナーでこんな書かれて、コロンくんっていうね。さあ、問い28問。暗闇の中、突然目の前にゾンビがやばいよ、これ。その時に、あなたはどんな顔する？うわー、わからねえ。どんな顔すんだろう、僕、ゾンビ出た時。って。これはびっくりしてるな。結果、これはあなたが過去の黒歴史を掘り起こしてしまった時の顔です。いや、もう何でもありじゃん。大体、そのシチュエーションの時も、そういう顔なるでしょ。さあ、続きまして、問い29。この目を自由にメイクして、ちょっとめっちゃかっこよくしてみたいな。お、うまくない？だんだん、あー、ちょっと先っちょ攻めすぎたー。お、イケメンザ、イケメンみたいな。
お、いいですね。これどっち、どこが鼻の部分かわかんねえな。これ右目なのか左目なのか。ここにお鼻を描いてみるか。お、なんか、だいぶリアルな、急、鼻めっちゃブサイク。目のところめっちゃ良かったのに。どうした急に。まあ、大体ネットにいる男子とかこんな感じだもんな。目はちょっとかっこいい、マスクしてね、かっこいいけど、だいたい鼻から下がちょっと残念的なね、感じですよね。メイクが濃ければ濃いほど、死ぬほど恥ずかしい秘密をたくさん持ってます。うわぁ、結構濃い。じゃあラスト行ってみますか。問題30。次の色でイメージする異性の名前を書いて。おい、全部お母さん。おい、どうだ、この回答は、どうなるんだ？ん？さあ、結果見てみましょう。はい、結果、赤は兄弟にちょうどいい人。青は恋人にちょうどいい人。お母さん！はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、Twitter も毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。